なんかあったっけな。ストライダーヒルの2ってねえ、ない1しかねえんだ今日。あ、これに入ってるやつだけってさ、あれ尺2時間余んだけど、うん、どうする。正直ここでやれるっつったら、うん、ラスクロしかない。そうか。うん、ラスクロだったらできる。そうか、ソフトとか本体とかなくてもできるから。パソコンでできるから。なるほど。そう、別にあのこの放送自体がストライダーヒル縛りの放送ではないから。まあね、一応ね、ストライダーヒルやりますって言ってるだけだ。言ってるだけだ。まさかそんなことになるとは。ちょっと予想外すぎてね。一切予想を。すっげえバルカン。ちょっと待って。大丈夫、抜けれた。おかしいおかしい。これ以上左行く。いけー。こう行くね。行くね。で八方向とか打つ。後ろの奥の方に6枚いますよ、4体。どこ？行って。あ、いるね。すっげえ奥にいる。これ抜けて。これさ、すっげえ辛くね。ビビビビビッつって。ちょっと待ってな、あれ上のやつを倒した方がいい。倒さないと無理だよこれ、うん、6個もいるね。6個もいるよね、向こうに。で、あーいい、ね、もうダメージ自体はね、すぐ倒せるんだ。パラボラーンってのあるよ。はいはい、パラボーン。おお、あ、終わりか。言うてね、うん、ちょっと難しくなってきて。さすがラストステージってこと。そう、ていうかラストステージだな本当に。わからん。今まで倒してきたボスが、うん、わしらは虐げられていたから仕方なくやったんじゃみたいなこと言ってたから。あー、なるほどね、うん、でグランドマスターが濃い飛竜って言ってたから来るかもしれない。ジャックジャック、あー、いやー、あー、もうダメだ、こうなるから俺は諦め。あ、あるんですよね、400点。うん、400点があるんですよ、そこに。ギャン、あー、あー、これさ、すげえ。これ、殺しにかかってくるねー。もう、いった。もう、でもここで2点食らっちゃう。いやー、だからこいつは大丈夫。お、一応全部倒せるルート入った。あ、なるほどね。ミサイル来るよ。あ、これダメなやつ。あいつめっちゃ硬いからね。あのライフの黄色いの出ないんで、どんだけ切ってもあのこういうの出ないんで。微妙なさ、当たり判定にさ当たってくれねえから、ちょっとずつ上行ってんだけど。いや多分自分が危ない。あーくそー、近いよ。くそー、今のはいけると思ったんだけど。ここでさ、まず食らうんだよ。あ、まずこっちに打たせて、ここね。これ絶対食らうんだ、痛い。いやだからもう。え、あのバルカンどうすれば？ノーダメージで受ける。わかんねえ。わあ！チェーンがね。なるほど。わあってセリフねえぞなかなか。これはきつい。さあ。はい。ちょっと慎重。俺まさかなんだけど。はい。チいって。ないか。何降りようとしてるもんね。楽しそうではある。楽しそうではある。絵が3枚ありますか。うん。ガモー。これにムカつくよね。あ、相手がいた。誰ずっと打ち。どうやったら止まんの。打ちっぱで。すげえんだけど。え、どうすんのこいつマジで。もうだから一発食らって倒すしかない。1ダメージでなんとか抑えるしかない。本当にすげえ鬼畜ない。だ、こうなるじゃん。さっきと全く同じだぜ。これをさ、そのあもう俺の同級生がさ、ワンコインでクリアするわけですよ。本当かよ。それを後ろで見てたわけですよ。もうダメだもんね。ダメだね。うん、やばい、これ本当につらいぞ。え、どうすんだろう、うん、マジで。今でもちょっとさ、フェイントかけれたよね。ちょっとフェイント作戦。こがー、終わっちゃった。やべえ、進展ゼロなんだけど。ここさすがに進まない。いや、急に難しかったな。まずこのバルカンを、ジャンプで上に吊るの。一回ね。そう。一回ね。これで、こっちに吊る。で、ここ、いや、ここを行かないとね。ああ、そういうことか。
やだなこの子やだなあもうダメだやだなあもうダメだ何やだった最後俺薬莢薬莢かよ薬莢かよ薬莢こういうことねジャックジャックもうあでもこのダメージだったらこいつを死なねえこいつを死んでくれ頼むからおおおおおおお前くんなあ次のステージに行ける俺はこいつでちょっとすいませんねなるほどよっしゃーいったーあー次こっからでしょあ重力打ちたい重力したいきたー怖い怖い怖い今のおーおーいけえー、どうすんのこれえ飛べ飛べ来いヒーローおわーうわーあーでもあそこの入り口からやれるでしょだろ、うんあいつ強いやつだから確実に進めていけるんだよね進めるんだよ頑張ればいけんだよワンコインプクヤーンあああお互いに当たってないこいつねこ後ろ飛び降りろこれどうする飛び降りろこれ飛び降りらんねんね後ろだけど飛び降りらんねんねああこれいやもう行っちゃいます私行っちゃいます今星空の彼方に消えていったよね今ね。もう無理だよ。どっから？ここからな、うん？重力地帯からな？あれ？え？これどこ？あれ？どうなったの？どうなったの？だいぶあるよ。え？あ、やべ。ああやりすぎたそれ死ぬんだやりすぎたちょっとやりすぎた試すぎた試すぎたちょっと試すぎたおっんー危ねえなんでこれどうすんそれどうにもなんねえあいけるああのねそう上下逆になった時のまあ、うん、そう操作が逆になるじゃん分かってきました、うん、分かってきた、うんうん、ここはダメなんでしょもう この回はもう実験会だからまあいろいろ試す、まあで、ここで飛んでこっち側にあ、しまったまだ早かったねこうだねこう、そうで、そこからもう一回ジャンプして下押しながらジャンプするんだよいや、下押すパーでいいんだようんで、ジャンプするんだよあいつがちょっと隙間を作ってくんないとダメージ食らっちゃうあ、なるほどでもね、そいつおお、よく倒したあ、ビーム、ビーム、ビームあー、食らったあ、それ危ないよそうだよなそうだよ死ぬからな死ぬからねへぇなんかいっぱいいるあおお、戻ってきたじゃあなんかいっぱいちょっとあやべえ難しいなここどうやって行くんだあれ今のとこどうやって行くんだまあすげえマジレスすると食らいながら突っ込めばコンティニューできるっていう禁断のテクはあるんだけどとりあえず行けってやつなそうそう行けばそこから始められるんでしょまあ禁断のテクがあるんですよあるんだよ、うん、大人の力作戦っていうのがあるんですよそういうことやな、うん、これでいいだろこれジャンプするんだろ完成つけないとその斜めにとかないこうやってなでここではいするか止まっているかあそこ行っちゃどういう一直線じゃねえのでも今のだったらワンダメええなんでえどうやったどうやったね、俺はね重力を超えたどうやった俺どうやったの今どうやった重力を超えたの2回押したみたいな分かんねえんだ今ので俺さっきここどうやった俺普通に下に降りてしゃがめばいいんだよしゃがむあしゃがまないとダメだなるほどザーワールドそればっかじゃねえかどうしようかなこれあそこうん一旦あそこで落ち着かないとダメよ、うん、落ち着かないとダメ、ね、で俺押しちゃってるからちょこっとだけ実は足場に残ってるはずなのに重力が入ってたってあやっぱり重力を超えるんだよだからえ、うん、じゃあ微妙にこう範囲がねそうじゃあなんかちょっとこの辺からこうしようあそうダメってことでしょ、うんうん、てかスタート地点からそのままジャンプすればいいねそうだよね、うん、でこうしとくよねそう一回ねでドリル行き終わったら降りてしゃがむよねしゃがめねえダメなんだでそこで一回そう落ち止まるでしょドリルがもうドリルしかねええどうすんの
え、あれどうやって行くんだマジで。え、割と積んだぞ。ダメージを食らいながら強引に行く作戦だったら、ここで1ダメージしか受けなければギリギリいけるか。おお、ここで食らってない。ゼロダメージだ。あれ、これもしかして、あ、右の壁いけないこれ。ここでジャンプ、こう、そうだよ、そうだよ。うお、食らうとこうなるのか。それ俺と同じ。うわ、終わった。あ、終わったか、早い。え、食ら、うん、ドリルを待ってて、もうダメ、間に合わない、下のが先に来ちゃう、ね、で、食らうと、うん、上行っちゃうから、うん、ダメ。え、これちょっと待って、ちょっと待ってね、今ちょっと分かったかもしれない、分かんないけど。よし、こう行くだろう。まずここだよな。ここは合ってる、ね、ここも合ってる、ね、で、ここでここへ行くだろ。で、ドリルが下がったら普通に降りて、うん、はぁーすれば倒せるから。そうだよね、うん、動かなければ。こうやって、ここで動いてダメなんだって。普通に降りてはぁはぁでいいんだって。なんか、ダメだった。ここ、あ、そう、そこに、あそこの左側の壁をガーって走ってって、なるほど、ジャンプなんだよ。こっち側来ちゃダメなんだ。だからそれはね、それはもういい、うん、何度かやった、何度かだからさ、うん、それはもういい、だからさ、もういい、分かってんだ、うん、分かってんだ。そう、でここな、うん、でここな、ちょで、ただ降りて、うん、その場で動かさずに母だ、うん、そうそうそう、こういうことで、そうで、ここで、こっちに走っていくんだよ。で、ここで、じゃんかんぷんか、これはい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 、だと思うんだよ、はい、だと思うんだよ、はい、だろ、そうです、だよね、合ってるよね、そうです、多分合ってると思うんだよ。上からトゲがこう来ないタイミングを見計らって、そうジャンプしちゃう。そう、そういうこと、そういうこと。オッケー、これ難しいな、あそこ思ったより。いや、分かった分かった、うん、だいぶ、だいぶ分かった、だいぶ分かった、頑張って、ここ行きますよね、ここは行くよね、こうしてこうするよな、そうだね、うん、そうだね、ドリル下がるの待つ、下がる待つね。で、向こう行った時に、で、ははは、ははは、ははでね、で、これドリルに当たんないように慎重に降りますよね。で、そこから走っていく、ここでジャンプ。すげえ難しいだろ、あそこの足場がさ、あの、ね、斜めを認識した時にはもう死んでる、死んでんだよ、うん、斜めだと思ったら死んでっから。もっと斜めの手前で飛んでないとダメだ。あ、やばいな、これは何かに目覚めるね。よし、で、おー、よかった、でも急いでジャンプ。おこういうことがあるらしいよ、次のエリアには。ビーチよかったね、よかったんだけどね、次のステージを、次のステージをね、うん、ネクストステップに行くことができました、うん、いけた、ま、嫌な子にいる、あ、でもいける、これで頑張って、もう食らってもいいから、ここでジャンプして、で、ネクストステージ、ジャンプしないで、おお、すっげえ滑るんだ、いって、ちょっとちょっとドリル待って、いった、ドリルすごい、これはどうすんの。ええ、ごめんごめんごめん、ゴールが見えないんだけど、あ、上登っちゃうのかな、あれ、こっち側に、あ、でも落ちるよな、そしたら、そう、上は空に落ちるよな、ったら落ちるんだよ。え、どこが正解なの。でも、あのドリル君は避けれねえさ、ギランね、あ、縦にこうドリル出てく順番に、あー、落ちてくるね、そう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 、こいつそう、そう、ここはもう慣れた、ここはここだよ、じゃあ、はいはい、間に合う、うん、それもうちょっとね、ちょっと早かった、言っとかないとダメ、ちょっと早かった、うん、ちょっとだから。これはまさかこんなとこでずっとやるとは思わなかったな。よいしょ、で行く、下に行くだけで、しゃがみもしないで打つ、でちょっとドリルとかあるから、ここはちょっと行って、うん、なあ、あそこはちょっとあれなんだね、触っちゃダメなんだね、触ってんだよ俺、喋った、いや俺ね今ちょっとね、おうおうおうおな、俺だけ喋ってる、今ちょっと俺ね、ストライダー飛竜の新しい能力を見つけたかもしれない、うん、え、何、どういうこと、どういうこと、次俺の番だってやってみる、あ、分かった、どこにいんの俺。その登ろっか。
もう蹴れ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 本当だよな、うん、蹴れ蹴ってほしいよね、うん、これで食らわないで、ここでお、いた、あ、で問題ここでドリルに捕まって縦にこう、あ、もうこれえまたそういう無限やめてもらっていいですかね、これね、どうしようかな、どうすんのこれ、あー、なんかあー、また戻ってきた頭おかしくなってんじゃん、もうもうダメだよ、ね、テンションマックスじゃねえよ、そうだよね、うん、あ、いける、あ、いけるいけるいける、あ、あ、ピンポイント来たね、あー、笑われた、よし、ちょっと俺が見つけた新しいどストライダー飛竜のテクニックを、それをやった、多分ね、これね、うん、こうやってやんだろうなっていうのを見つけました、本当に、うん、マジで、そのプレーを見ていて、おお、なるほど、うまくいくかどうか別としてね、うん、まあ、わかった、なんか見つけてくれたんだ、見つけた見つけたんです、それでいいと思う、これこういくじゃん、こういくね、ここまでは普通です、ここまでいつも通り、ここまでも普通です、ここもそうだね、で、うん、一旦ここもこれね、で、はいはい、飛竜は、うん、斜面が急なところでしゃがむと、うん、ローリング状態になってと思ったんだけど終わり、検証終了、飛竜には新しい能力はなかったんじゃ、幻想、飛竜、それは幻想妄想ないです、痛い、あ、いや一応、あーあー、勢いがつきすぎてクルクルしてただけか、そうだね、あ、そうか、じゃあ俺あと ラストラストだこいつで、まあ試しただけだよね、そうかなかったな、どうしよっかな、したら最後のとこか、いや最後のとこはあれは縦に降りてくる、ドリルを捕まっていながら捕まってね、はいはい、当たるのかよ、いいね、はい、これが、おお、危ねえ、そうか逆に抜けか、でそう、あれあれあれさ、あれあいつ何なの、多彩すぎんだろ武器、だってあれ自分とこ来んじゃん、そうだよ、明らかだよ、まあやりに来てっからそれはそうなんだけど、で、あの、うん、グレポン来る前に、うん、もうドリルに捕まっちゃわないとダメ、そうそういうことそういうこと、だからガンガン行っちゃわなきゃいけない、でドリル捕まったらあとはドリルをちょっと掴みながら下に打つ、そういうことやね、言うほど簡単じゃねえから困ってんだけどな、マジ本当フルプライスのゲーム買えるぐらい課金しますけど、本当だよかなり課金してます、ガンガン課金しますからね、かでしょ、まずここで難関はこれだから、ここで、ま、落下し、うん、グレポン氏、グレポン氏があってドリル氏があるから、うん、そう数々のトラップをかいくぐらないと、かいくぐらないとね、飛竜は先に進めないです、ここは難しいですよ、こんなんどうなんだよ、ちょっと善治さん助けてって感じなのに、はい、そこ絶対食らう、ここ食らうよね、ここで、あ、ジャンプ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 、いってしまう、でも行ってさ、あれこれどっちが正解なのこのさ静寂やめてほしいんだけど、このステージ間のこの静寂あれでも希望が見えるような感じじゃなかったよね、見えない、でもそれしかないんだよな、あれ下でいいのかな、それとも上、いや上は落ちるでしょ、だよね、何本出すんだよ、わかんない、終わってる、やばいやばい、ここここはちょっとクリアできないぞ、ここちょっと難しい、うん、あそこピョンって行って、あそこピョンって行って、いやでも下に絶対落ちちゃうから、とにかくガンガン登っていくしかないのかな、登っていくっていうのか、画面的には下にだ、それだからできないんだって、いやこれさ、まさかのさ、ジャンプし、いや違うか、なぜかここで重力変わるんだよな、そうそうそう、だから重力エリア的にこれで斜め上にこうやってちょっと行ってみようか、行ってみようか、ここに行くじゃん、うん、ここでオラッて行くじゃん、そうするとあ、ここまで行けた、え、やったなんか、え、これでいいじゃん一個見つけた、うん、一旦これでいい、一旦向け、一旦これでいいよね、それでいい、一旦これでいいよね、それでいいと、で、で次だよな、問題は、
ダメージ食らっちゃうとこうなるんだよな。なるほどね。で、グレポンでしょ。グレポン来るね。ここはもう普通に重力あるから超ジャンプする。今ドリルにかすりました。かすったな。そうだな、問題ここでグレポン来るよ。それやっけ。あ、もうそうだよね。まったりしてるとあいつ、まあ、もう見つけちゃうんだよ。見つけられちゃうんだよ。まあ一個ショートカット見つけたんで。まあ、いや、そうです。うわー、合ってる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 かどうか知らんけども、それでいいと。合ってる。あいつがグレポン打ってんでしょ。あいつぶっ殺せばいい。そう、あいつぶっ殺せばいい。うん、ただあいつぶっ…いっちゃいっちゃ食らってこー。いっちゃあれ。おーあ、なに見つけた、また見つけた。見つけた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 、うん、見つけた。いいよいいよいいよ。見つけていこう、見つけていこう、うん、ここでさ、うん、滑り降りるじゃん。降りるね。この辺でさ、もう飛ぶわけ。ゴール、はい、今ゴールポスト、ゴール見事にこうもう中にスカーンって入ったから。うん、ちょうど入ったから。スパーンな中に入った。いいゴールですよ。一番の角度で入ったよね。キーパー絶対取れないところに入ったから今。そうか。でも、もうちょい前から飛んだら、うん、ワンチャンあったんじゃない。ここで飛ぶんだよな。そう。で、ここに行くんだよ。そうそうそう。で、しゃがんで、はははで。そうだよね。で、俺思ったんだけどさ、ここでこっちじゃん、そりゃ。そうするとね、ドリルがね、速くてね、間に合わない。しかも、これでドリルが出てくるんだよ。なるほど。出てくるのが止まるとかね。ないね。あるかもしれないからな。うん。試すのはいい。そう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 。ダメでした。なかった。うん。で、ドリルは無敵。で、順番も変えられない。これ、違うことやってる。スライディング、スライディングを使う。確かにスライディングは。一切使ってなかった。使っていないです。スライディング、いや、無理だ、うん、あれ、これ左入れんね。そう、無理だよな。ここは無理、無理だよな。はいはい、ここは銀。あ、もうちょい行かないと。もうちょい行かないとダメですね。あのグレポンの雲を攻めて倒せれば、うん、ドリルを見張ってる後半で、うん、時間が余裕ができる。そうだよね。でもうここはもう一発食らってこいつ何度倒したい。はい、ドリル、ね、書いて、まだまだしてくるか。だけ嘘、なんで今のジャンプできないの。痛いね今じゃん。あ、わとわって、でも早いな。あー、今できたと思ったのにな。ちょっと、うん、ちょっと行ってみる。いや、行ってみて、うん、気合で行ってみる。うん、いいぞ。じゃあドリルのパターン見たいんだけど、グレポンが来るから見てる暇がない。そうなんだよ。だからグレポン止めない限りは、そう、どうにもなんない。ドリルを待ってらんないんだよ、ね、そうなんだよ。だからこのグレポンを倒すべきだと思うんだよ。どうやって倒すかだよ。でここでね、あれだよ、そのこれをあいつに当てればいいでしょ。あいつがあれ以上来ねえね。ドリル以上来ねえ。でドリルの方が絶対当たんない位置にいるように。当たる、横から来んだよな、いきなりな。で、グレポン持ってんじゃん。あいつ、追っかけてくんじゃん。で、ここで間に合えよ。間に合わないなんだよね。じゃあ、絶対上じゃねえもん。下にドリルを伝っていかなきゃいけないってこと。そう、絶対そう。それは間違いだ、うん、え、超むずいんです。難しい。何これ。ここは本当難しいと思う。今までの、何だったの。受け、受けとかもう、受けとかもう、受けとか関係ねえ。忘れ去られてんじゃん。そうだよ。ウケの存在忘れてた。ウケ相当ウケっていたろ。うん、そうだよ。ウケっていたよね。ウケってやつ。あ、あ、ああ、倒せた。あれ、これ慎重に行けば純金じゃんねえよ。これの伝ってこっちに行きゃいいんだよ。したら、そう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 。いや、それでそれでドリルのそこに乗るじゃん。こっちに入っちゃう。いや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 、ここここね。そう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 。うわあ。でもでもでもやれことないでしょ。てかこれが正解ルートじゃねえのか。そうだろ。だから一個一個ちゃんと当たり判定を見極めて。上で足場あったジャンプしようはダメなルートなんじゃねえのかあれ。どうなんだろう。わかんない。正解なのかどうかが何とも言えないけど。ドリルを避けていけみたいな。そうそう、俺のドリルを避けていけ。多分ね、もうちょっとね、そっちまで行ってたんだよ。そうそうそう、そこで倒せんだよ。あっ、ぶっ、あっ、ここで当たんだ。で、ここで斜めにジャンプする。そ
っちゃったやっちゃったやっちゃった。あーやっちゃった。あーこいつを待つ。いいよいいよこいつを待つ。そうそうそう。でそこでギュッて行って。そう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 。そう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 。あ割と時間あるから一番下まで行った時に行けば行けんだよ。そう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 。あっ。おわー刺さってるってそれ。それ刺さっ。あー。うわー惜しい。今のは惜しいよ。いや見つけた。今のだな、じゃあこれ正規ルートだったらそうだな、うん、俺でも上ルートワンチャンある気がする。溶けてきた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 よ。溶けてきた、うん、これはでも確かに今のは、まあ、間違いない気がする、うん、で、これゆっくり細めのその足場の真ん中ぐらいからだったら剣が当たるんだよ、ね、サイファー。そうそうそう、あ、危ない。そう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 行くだろ、はい、で次のドリル捕まる。これいや無理だろ、これ無理だね。あこのルート間違ってるこのルート違う、これは無理だと思う、うん、これは違う、うん、下のとこのとトゲの山を、うんうんうん、あれがかいくぐっていけルートであってる。そうそうそう、なんつうの、1個目2個目3個目っていう風に出てくるんだったらまだいいんだよ。そうだよね、そうじゃなかったから、ね、絶対無理だよね。そう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 、これでそれ出させて、出させて乗る。で向こう側のトゲ出てないエリアに掴むんですよ。ここでな。そう。来たの大ダメージ。ああ、早いからー江戸さん。なるほど。あでも合ってると思う。合ってる合ってる。もうお渡し気なわけだね。そういうことそういうこと。でも分かったからさ。うん、一回ああもったいね。ダメ食らっちゃった。最悪ダメージだもん。難しいな、ちょっと。ああ、ちょ、ちゃ。あもう、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 諦めて、身投げした。諦めて宇宙行ったな。はい、600点しか取ってねえから。よし、行くぞ、600点。やべ、ここだけで何分使ってんだろ、これ。30分。尺調整ってレベルじゃねえぞ。調整しすぎだろ、マジ。うん、とはいえ、余りそうだけど。とはいえ、だって、ここの。ステージあと30分でクリアしたら1時間余っから、うんうん、俺ここクリアしたらボスじゃねえかなぐらい。俺もそんな気がすんだよ、うん、こんな難しいの中盤に置かないでしょ、うん、おお出た、あ、入ってた、あ、うぜえ。こいつたまにうぞい、うぞい来た、来た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 、あー、これでこれでこれで、あぐるん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 、雑だったわ、うん、ガンバフライハンみたいなったね、今ね、うん、これこっちではい、うんっていくでしょ、はい、しゃがむ、しゃがむ、ラビット、ラビット、ラビットなんだね、そこは、ここラビット、ラビット、あぶねえ、レーザーシー、あ、ラビット、あ、いったいったいった、これ一回待とう、一回待とう、雑で死んだから、そうそう、雑で死んだから、言ってんならまあ、あぶねえ、で、いける、火とか竜はいつなって出てくんだよ、ねえな、いねえな、それ、あ、いいね、いいね、腕は平野、さあ、来ましたよ、なぜか、一番下まで入ってからで十分間に合うんだ。そう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 、俺先に行っちゃったんだ。そうだね、怖くて、どこに引いたって、そうなの、トゲがちゃんと一番下までよっこらせんなってから行かないと。そうそうそう、出たよまた600点、また600点だったから今ここでか、600点だから今ここでやっちゃったから、ここでやっちゃうね、これはこれちょっとすごいな、もうね体力の消耗がね著しいでしょ、寝てないからじゃないよ、もうね飛竜も俺たちも満身創痍ですよ、うん、これはね万全の体力でも相当消耗させられる、うん、片岡さんに電話しようか、そうだね、うん、片岡さんちょっと、片岡さん尺時1時間余ってるんですけどフライで昼クリアしました、はい、ここはな、斜め止め、よいしょ、怖い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 、よし止め、よし止め、はい、あーセーフ、
刺さってから行く。ここは行かない。どうなってんの。怖いから行かない。どこに当たったらダメなの。へ、あれだよ、シン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 捕まってる。シン、私シンを倒します。え、なに、7の7か何か出てきた。よし、来た。で、そう、行ってみ。はいはい。あー、ボスボス、いやー、いたー、なんかいたー。ここよさん得意じゃん、ジャベーリン。ーまだニーキャン。あ、ニーキャンだ俺。これクル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 っやったきたやったそう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 これこれ何なんだよこれ。あ、またやられる、またやられる、またやられる。同じパターンだ。あ、またこいつだ。うん、いっぱいいっぱいだった、いっぱいだった、痛い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 。あ、どう見てもボスラッシュですよ。あ、やべ、やべ、やべ、ボスラッシュですよこれ。あ、やって、待って、あいつがいる。ムキムキ来るぞ、そろそろ。いやいや、ムキムキ、あー、ぶねー、弾がいっぱい来た。すげえ、偶然だけど、いろいろ倒して。俺、こいつ絶対やられんだけど。もう、もう、もういい、もう、死んだら終わりだと思って。ラスト、そこはして、そこでサイバー強化されるようになってんだ。この辺だったら食わねえんだ。あー、ダメか。ダメだ。これ、どっか安全地帯あるな。わかんねえけど。いやー、まあいいや、一段目、あいや、明日に繋げたよ。繋げたよ、うん、あそこクリアしたもん。ついにあの伝説のドリル地帯を突破できた。あー、やっとだよ、やっと進んだよ。あー、ボスラッシュ来たね。で、これ食らわなきゃいいんでしょ、うん、どうするかな。ここわかんない。これどっか微調整で、いやいや絶対あると思うんだけど。あ、まだ来てる。あ、ぶね。あれ、ちょっと思いついたんで。ああ、まあまあ次やってみる。まあまあ、まあ、噛みつかれた、噛みつかれた。そいつね、そうガピッと打ってやる。あ、でもそいつが、こいつはそいつね、弾打ってくる。空から弾打ってくるな。分身したぞ。あれ、いつの間に俺サイファー弱くなった。サイファー細くなってる。あ、あぶね。これはやめてください。これは無理だね。もういらない。これは無理だね。どうすんこれ。ちょっとちょっと進んでしゃがんで打つ。あ、やめた。あ、やる。ちょそっち行っちゃったか。最悪。そっち行っちゃったか。いや、攻撃やめるかなと思って。あ、なるほど、ね、ここの安全地帯見つけたかもしれない。本当に、うん、あ、だこいつ自体が人案ではあるんだ。あ、こいつの人案ではあるんだ。痛い。あ、もうダメだ。どこがあった。今ジャンプしようってこと。ジャンプかな、それともスライディング中に無敵があるのかな。いや、ない。いや、ないね。もうダメ、無理でしょ。次ここはいける。ここはいける、うん、一発目避けたいよな。ラピッドで倒せないからな。どうしようもないよね。ラピッドで倒せて、まだビームが残ってるんだったら真ん中に入り込んでっていうのでなんとかなる。そうだよな。こいつら何なんだよマジで。処理落ちしてんぞこいつら。これ何なの。処理落ちしてんぞ。だからそっか。あー、うせえ。うせえ。もう思い出忘れた。今次来るの忘れた。あのね、上の F91 がいたからな。ずっとそれにな、釣られてたよな。うん、完全鉄仮面でした今踏み地。あー、行くぜ。これをどうすんだろう。死にますよ。やる気ないんだ。やる気ない。やる気なかったか。やる気ないですね。わかった。ちゃう、ここだ。いや、当たってますよ。先生、当たってます。違うか。違うか。でもあっ。ではいない。いやー、お前なんかようやたら打つな今日。あれ、でも待って。さあ来るぞ。問題はここだ。ああ、まだ痛い。倒せなかった。バンキしてみた。これ、あ、弱くなってる。そう、ここでサイファーが強化されていれば、当たるんだよね。当たる、当たる、ね、うん。え、サイファーどうすんの。でもね、俺これパーマってるんだよ。無理だ。しゃがむ、しゃがむか。あの、微妙なこの空間に掴みで引っ張ってなくせないかな。
なんかミサイル撃ってきた。ガーン。サイファーは何きっかけで亡くなるの？わかんねえな。ダメージか。ダメージだよ。火だめ？火だめだよ。食らいすぎると弱くなっちゃう。多分。うん、じゃあ食らわなければそこのシルバーの鳥は安全に倒せるな。うん、多分な。サイファー回数、いや使用回数だと使いすぎじゃない？なるほど。じゃあここで取らなきゃいいんだ。で俺ね、ここに安全地帯。あ、無理か、さすがに。ダメだな、ダメだね。で、これで。いやもうね、攻撃しなかったからね。あ、今のはね。で、サイファー取るよ。で、長い状態で行って、こいつらに使うもんな。あ、もうそれとこじゃないもん。もう検証してる場合じゃねえもん、だって今。ちょっと本読んでいい？ダメ。俺がずっと封印してたんだ。書いてあんじゃねえのこれ、サイファーの。サイファーの秘密がね、うん、ゴファーの野望みたいになってるけどさ。よし来た、うん、あ、噛みつかれた、最悪だ。そいつが地味。えで、バンキシャほっといて。バンキシャほっとくの？いてあーじゃねえよ、もう本当に。どうすんの、あれどうすんの。あー、取っちゃったじゃん。あ、取っちゃったね。飛べ。おお、え、マジで偶然だけど行った。マジやったマジですげえ突破したわ。やっぱやってみるもんだな。いや何でも試してみるもんだよ。何事も、うん、あ、弱くなった。回数っぽいな。回数臭いねこれはね。あ、何回振ったかだな。でもところ体力だった、いっちゃって。あとちょっと、あとちょっとないかな。いって怖いか、終わった。いや、避け方を解明しましたから。私今3機使った。まずね、最初俺ね、うん、あの1機捨ててるから。あ、そっかそっか、うん、1機、そうだね、そう、分かった。でも避け方分かったから。避けましょう。避けます、うん、で、ここでこいつはまず取っといて、うん、そう、ジャンプ。ここでジャンプ。もうやる気ないわ。もうやる気ないわ。やる気ないわ。苗落ちだ。もう完全苗落ちだ、はい、完全苗落ちだよ。あれでしょ、うん、ゼニーがいっぱいもらえるクエストでバサル戦って2億するやつ。それもうやる気ないやつ。もうやる気ない。もうやる気ない。いいや、報酬3分の1だったからもういいよ。そうそう、だからさ、なんで俺の時だけ引っかかんのそれ。だからさ、俺的にさ、あのマグネットがさ、すげえ反応すんだよ。なんでかな、なんでか知んねえけどさ、あのマグネットなんなの一体。温存しながらね。あー、もういけないんだよ。温存しながら行くと勢いが足りなくていけないんだよ。俺だったらこれ1ダメージ食らうわ。普通にね。その方が安全だ、俺の中で。倒せるもん、1ダメージ。2ダメ食らってますよ。で、俺分かった、ここで取らない。まだいるだろう、いるだろう。だからこのカモノハシを3匹こいつで倒す。なるほど。で、社長が出てきたところを社長を最初。そうこれで、そしたらこれいけんじゃねえか。すげえ、スクロールして敵復活とかないんだ。あいつがいねえんだよ。あいつもいなくなっちゃったね。いや、もう普通にシルバーやれば。来ました、発撃波、ついに来た。お、どこ行ったんじゃん。あ、やったー。え、でも倒したよ、倒したよ。いや、また来た、また来た、あ、倒したよ。なに、あー、サイファー追加。あ、やべ、ダメだ、あ、これダメだ。だからどうした、まずどっから、どっから。おっ、ボスラッシュからだ。あ、ゴリラからか。アイアンコングから。アイアンコングこれ倒せますよ。あの、しばらくお待ちください。お待ちください。告知タイムです。ビビョンビビョンビビョン、終わった。死んだ。で、こっち刺さりますが、これはどうすんのこれ。
これ後ろに回り込んだわけじゃダメなやつパティ。いや後ろまで耐える。なるほどな。あーそこ、あ距離が来る。ファイン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 、ギャヒー。あーこれは悔しい。え戻ってきた。あれこいつ難しいな。どうやって攻撃すんの。あの紐がねえんだけど、上の上にたどり着く紐がねえんだけど、こいつ頑張れ。え、何で。え、だ後ろにサイファーあったから、それを取る。高さは足りないでしょ。高さはギリギリ足りんだよ。じゃなくて、でもっと高いところまで飛べたから楽だったってだけじゃない。で、あ、いって当たんない。アイアンパンチ食った。あ、いった。いって、アイアンパンチが2回目くらい。あ、あ今、え、恐竜何してんの。あれの僕の背中におのり。とりあえず、うん、アイアンパンチ封じとしてここから動かないという。そう、それは間違いない、うん、それはやった方がいい。ヤイ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 。パターン入った。ヤイヤイヤイ。パターン入ったこれ。あーこれパターン入った。ヤイヤイヤイ。あ来た。あ来た。いや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 。ちょっとちょっと当たると、うん、すぐ下がっちゃうから。そうだね、怖いからね。攻撃をやめちゃうから。その弱さがこいつの命だよな。そういうことそういうこと。心の弱さだよな。心の弱さだよ。こいつの心の弱さだよ。そうそうそう。これはだから AI を組んだやつが弱かった。そうだね。そういうこと。自信がなかったね。いやでこれ来ちゃうから行っちゃうんだよ。後ろ行っちゃうんだよ。後ろ行っちゃうんだよ。なるほど。そう。ああ、これ助けてください。無理です。これは無理です。無理なやつです。はい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 。で取るだろう。でもうジャンプで。そうそう頑張るジャンプハハハで当たったんです。そうそうそう。あーダメだー。あーそういうことよね。でもあー悔しい。やりてー一気やりてー出た一気貸してパティン。これいけるもん。いや パターンあるもん。パターン。いやー無理だと思いますけどね。だって今の俺はドラゴンが上から緑の光線で来るときにケツに回り込んでればサンライフある状態で今のができる。あーまあまあそりゃそうだ。やれたでしょ。確かに。でしょ。そうだ。だってこいつだってこれだもん。心が弱いんだ。こいつは心が弱い。メンタル攻撃に弱いんだ。聞いてる聞いてる。完全に聞いてるよ。うん、聞いてる聞いてる。ボブサップ的な感じだよ。聞いてる聞いてる。これで行っちゃうんだろ。で最後取るの。あとはジャンプしながら打つ。そう。やられる前にもうやるしかない。なんで俺当たんねんの。もう一回じゃない。もう一回じゃない。もう一回じゃない。いいぞ。来た。いいぞ。で、いけ。いや。おー。あー。軍団ね。軍団後ろ。軍団後ろ。ちょっと待って。軍団死んでないんですか。あ、軍団と一緒に行くんだ。あ、なるほど。ちょ集中できなかったです。あ、ダメじゃんってない。あ、ないんだ。 あるか。え、あ、あ、なんだよ。えぇ、ー、あ、こいつから。あ、こいつからトゲトゲが出てからだよ。そうか。これ、あんのかな最後。ねえよ。ないね。で、来る。そう、乗る。で、そっから暗転するから。だよね。そうそうそう。あ、これはあんの。この都市を天空へ打ち上げ、地球上の生物をすべて焼き殺してくれると。死ね、古き神の子供。なんかすげえいろいろなこと言ってる。早く行かないと。あ、ごめん。あ、いいじゃないですか。ここなんなの、ここ。ここなんなの。え、嘘、何やってんの。今んとこなんなの。何をやってんだ、そこで。え、しがみついてる。しがみつけてないじゃん。あ、今んとこ縦になっちゃうから、無理だから。あれだ、あの、もうちょっと後ろになきゃいけない。で、ジャンプで上に行くんだよ、こうな。たぶんな、そういうことだよな。焼き殺してくれるね。焼き殺すよ。焼き殺すよ。もう3回も言われたら、ね、それはしょうがない。だいぶ覚えました、ね、まあ世が作り出した生命で満たされそうですね。まあまあ言うても、うん、そうしたいなら したいんだったらすりゃいいよ。ちょ今のはなんで。わかんない。踏み地やりたいかなと思って。あいつってこうなってるところをこういけないのか。こういけないのか。そういうこと。なんかね、わかんないあれ。あいつをこなさないとダメだよね。角っこに行くとダメになるやつ。うん、何で上がる。普通にジャンプとか。来るよね。ここ当たんのかな。受けるよね。当たんねえのかな。
ちょっとや一応後頭部をじゃあずっとね、うん、一応やらせてもらいますよ。でもねこのねムービー中にもね危なくなるから気をつけて。これどうしておけばいいんですか。まあ、やってみれば分かる、うん、俺が何に苦しんでたか、うん、ほらね。あれ、あ乗ってるだけじゃダメだね。乗ってるだけだダメでしょ、うん。なんかね落ちるんだよ勝手に。はい、まあ、俺行くよね。俺さ、あれ、あれの切り返しはできたはずなんだよ、さっき。さっきもできたね。できたんだけど、なんで急にできなくなっちゃう。あれなんでだろう、たまにあるね、そういうの。で、で、そこはあ、割とね、罰連打。マジで、うん、あ、普通に。ああ、いった、いけんじゃん。あ、いった。あれ、いけんじゃん。これ、いけたんじゃん。うん、いけたよ。はぁ、え、あ、勝手に死んだ。え、なにこれ、なにこれ。え、魔王っぽいけど。うえぇ、ー、あえ、長いんですけど。俺はもう死んでますけど。もう死んでますけど。はいはい、これ明らかにグランドマスターじゃん。これグランドマスターでしょうね、うん、え、つかめねえ。だから分かった、ごめん、分かった。違う、これもうあなたが世界を滅ぼす清掃圏とかにいるから、うん、すげえ落ちてんの長いんだよ、うん、あーずっと落ちてほらもう地球が攻撃されちゃって、あー大変だーって言って終わるんだね。そういうことや。な、あれグランドマスターあそこつかめ、そこつかめなかった。真ん中は分かんない。真ん中だの、あ、真ん中だ。やだなこの縦の戦いなわけだ。じゃあちょっと無理やくない。いや意外とボス今まで、いや追っかけてきて、あピラニア、ピラニア、ピラニアンが来るね。なんでここでピラニア来た。いろんな生命を作り出せる。そういうことかな。でこれでそのまま縦に行くと多分やばいから、やばい、うん、どこに行った、うん、胴体、体じゃねえか。おかしくねえかこいつ。ワープ、あと緑のピラニア、あの緑のレーザーはネクロマンシーで召喚だから。なるほどね。雷が出てそこ当たったところから何かがポップしてきますよ。そっかこれすげえ強いぞ。あの今まではまだ、あ、え、あっかばっか、あったあった、今あった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 、今あったあった、サイファーだろ、あったあった、うん、あったあった、400かよ。ここで400かよ。まさかの高得点、まさかの高得点、ここで400。キャプテンどっち死んだね。で地球が滅びされ、滅ぼされてる。キャプテンとか700点とかそんなばっかだね。俺すごい700点いったね。いい、100点増えた。あすげえな。ハイスコアじゃない。だってハイスコアさ2万点から変わってねえからな。確か2万点だから。俺ら2万点以上いってねえってことだから。神プレイヤーだな。で左にあった。あったね。あれを取りに行きましょう。そう。それがサイファーかな。サイファー来た。で。来た。それまた召喚する。うーんって召喚を急ぐやつ。はい。うーんって。ああ犬が来た。ヒットアンテないぞ。あ。取ったら強い子になった。俺三角ボタンをずっとこうやってたらラスボスが死んだんですが。いやまあ昔のゲームはねワンコインクリアが基本ですからね。クジラ乗ってるな。なんだろうな。すごいドヤ顔ですもんね。こんなんですからね。え、終わったよ。終わった。終わった。はい。すげえ。あ、やったか。ああ、やった。だってラストあいつ倒して3万点もらえる。なるほど。なるほどな。何文字入れるんだろうね。わかんない。入れてみるしかない。最後だから無限に時間あるかもしれないし。そうだね。うん、あ、3文字だ。ふむ。ふむ。
あ、踏む1位うわクリアしたわクリアしちゃったうわこれ